い、どうぞこちらのです。今回ですね、はい、お待たせいたしました。ヒーローアバター育成講座のお時間になります。さあ、というのもですね、もう最後に育成講座的な動画を出したのがもうかなり昔の話で、もう下手したらユニバースミッションとかの時代に、なると思うんですが、今回その最新版、ウルトラゴッドミッション2段現在において、つまりあれですね、いきなり兆しクラスアップが、まあ、導入されてから、の育成理論のご紹介となります。最後までお付き合いよろしくお願いします。さあ、そしてこれ気がつきましたかね、一応銀の盾は今ここに置いてあるんだけど、まあ、ずっとここに置いておくわけじゃなくて、ちょっと壁にかけられるんだったらここにね飾ったりとかしようかなって思うんですが、ちょっと現状今それができないので、あそこに今見える位置にね、置いてあるんですけど、まあとりあえず部屋に置いとこうと思います。まあ実物はこんな感じで、これすごいでしょ、再生ボタン鏡みたいになってるのね。まあ、一応開封動画上がっているのでぜひそれを見てください。さあ、動画の構成はねこのような感じになっております。一応アプリの開放順番、そしておすすめのステータスの振り方ですね、これまず1個目として、さらに2つ目に、友情上げのね、やり方、そしてドラゴンボール周回ステージ、まあ、特にこの友情上げについて、いくらね、いい育成ルートで経験値をね振って、レベル上げていっても友情上げしないとマジでアバターって大したステータスにならないんですよ。でそれぐらい友情上げは大事なんで、これ2つ目で、3つ目でアルティメットクラスアビリティ、そしてアルティメット奥義ですね、こちらについて話させていただきます。で4つ目に、育成ルートというふうに、なってます。最後にね、経験値の、上げ方、まあ、レベル上げ方法だったりだとかね、おすすめな育成ルートの方をご紹介していきたいと思います。で今回の動画にあたってなんですが、まずそのドラゴンボールヒーローズにおけるその最高ステータス、まあ、理論上最高値っていうやつだね、今現在でいうと人造アバターが体力1万2000超え、で海洋神が1万3300っていうようなその理論値を求めるものではないです。ただそれに近しいステータスで、なおかつそれなりに戦える、ステータスを安上がりにご紹介していくというものになります。それじゃあね、まずはバトルアプリについて解説していきたいと思います。バトルアプリなんですけど、まあその戦闘力7000制限とかの、必須系アプリ、これに関してはその復刻が来るまでとりあえず、獲得することができないという状況なんですが、まあ常設ミッションだったりとか、まあ、イベントバトルだったりとか、わりかし簡単に取れるようなバトルアプリでも強いものはたくさんあるんですよ。で例えばミッションモードの方だと、2ラウンド目で敵の中で2人の記録をねダウンさせて、さらに与えるダメージを超ダウンさせるっていう、まあ、2人極炎っていうねアプリがあるんですけど、それなんかはすごい、実戦的にもね、使えますし、あとはまあ乱戦を制する戦車アプリですね、はい、もう暗黒魔人ブーヘンのゴッドボス1回ねクリアするともらえるよっていうあのアプリ、ここら辺はあのミッションモードで簡単に取ることができます。あとは4戦ミサイルとかもあるんですけど、これガンガンミサイルっていうさ、まあ、2ラウンド目でこう5000ダメージ追撃するってアプリ、あのガンガンミサイルが、まあ、今現在取れないとねいうところで、このゴッドボスで取れるね4戦ミサイルの、プラス 20% 記録ダメージがついているこちらのアプリもね非常におすすめになっております。さらにまあミッションということなんでね、一応厳選とかもすることができるんですが、まあ1回目は確定でゲットできるんだよねアプリって。でも2回目以降ってその運になるんですよ。でこれ体感10回から15回に1回ぐらいしか落ちないんですよね、ゴッドボスの使えるアプリって。であとは3ラウンド目でしたらね、超巨人撃退アプリって未だに強いあのね超巨大スラッグを倒したらもらえるっていうバトルアプリがあるんですけど、まあこれなんかは猛攻の歯止めアプリがね、まあゲットできなかったっていう方とか、あとは猛攻あってもステータスが体力ゼロでしたとか、そういう方にはかなりうってつけのアプリになっています。はい、でここら辺のアプリの取り方に関してはですね、下の概要欄にそのバトルアプリ常設バトルアプリの、ね、取り方っていうねリンク貼っておきますので、それねサイトになってるんですよ、ね、スクロールして見れる文字でね見れるサイトになってまして、まあ僕の運用しているものなのでね、ぜひそちらもね覗いてみてください。はい、そこにきちっとまとめてあるので、いちいち動画で見なくてもね取り方とかそこで、書いてあるんでそれ見てみてください。はい、そこはね敵の難易度も高くないんでかなり取りやすいと思います。続いてアプリの開放順なんですけど、むっちゃけ個人的に思うのが、1ラウンドのバトルアプリの開放はもう無視していいと思います。っていうのも1ラウンドアプリってマジで使わないんですよ。もうミッション周回するにしてもわざわざ1ラウンドにして選んでってめんどくさいしやんないんですよ。
で、バトスタでも本当に1ラウンドってマジ使わない、もう 99.3% ぐらい使わないんで1ラウンドはマジで開けなくてもいいレベルだと思います。で、肝心なのは2ラウンド、これ一番最初に開けてください。最初3枠しか開いてないんで、これを6枠まで絶対に開放してください。で、一番使うアプリってやっぱ現状2ラウンドなんですよね。もう3ラウンドでもなく2ラウンドになってまして、多分みんなもう取ったと思うんだけど、あのウルトラゴッドミッションアプリっていうアタッカー ×2000 体力アップのアプリがあるんだけど、それをまあ絶対にこう仕込んでおいた方がいいんですよ。もう環境的に入れない手はないから、あれ最強の耐久アプリだと思うんだよね。で、その理由としては、まず一つに消されない、要はもう対策がないんですよ。だから体力増やし放題で、まあドミグラのメテオとかで軽減できなくはないですけど、基本的に体力アップを阻止する方法が現状闇のオーラぐらいしかないんですが、それが環境でマジでいないっていう理由で対策がマジムズい。さっき説明したその極炎アプリとかは案外アイオスユニットとか、まあ火消し系のキャラクターですね、こちらで消去されてしまいます。なので、あの本当にその消されないという、まあ、対策がめちゃめちゃ難しい上に耐久ができるってアプリは現状ウルトラゴッドアプリが最強だと思います。で、次に3ラウンド目ですね。はい、まあ、3ラウンドもね、結構使うんで、2ラウンド全部開放したら次3ラウンド開けましょう。で、3ラウンド6枠まで開放させました。で、そしたら、まあ、とりあえずはそこでいいです。6枠まで開放させたらとりあえずはそこでいい。で、その次に4ラウンド目、これを開けてください。はい、で、その理由として、これもね、友情上げでめっちゃ使うんですけど、4ラウンド目に友情パワーがさ、これ昔の動画で説明したけど、その友情パワーがついているアプリを入れていくんですよ、4ラウンドにね。で、最大で、1.9 倍っていうのが落ちるんで、あれ2倍だったかな、まあ確か2倍か 1.9 倍が最高の、ね、水準で落ちるんですけど、それを4ラウンド目にどんどん貯めていきます。そうすると例えば 1.8、1.9、1.5 とか言ってだん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 って溜まっていくと、4ラウンドのアプリにしておくだけで友情ボーナスが4倍とか5倍ぐらいになるんですよね。で、自分の今の海洋神が今 5.2 倍になってて、もうそこの4ラウンドに選ぶだけで常に 5.2 倍で回せるっていう。だから友情パワーガンガン上がるし、友情ボーナス 2,3 倍とかの期間になるとさらにガンガン上がるという感じ で友情にめっちゃ使えるんで、4ラウンドこれね、友情ガンガン入れましょう。で、ファイナルなんですけど、これもぶっちゃけ開けなくていいです。はい、ファイナルもうマジで使わない。ただ本当にもう時間もお金もあんだよなっていう時に、あ、じゃあちょっとやることねえしファイナルでも開けるかって言って開けるぐらいがちょうどいいっていうのと、まあ、経験値ボーナスとかが一切かかってない暇な期間とかに、あのたまに開けるとか、そういうレベルでいいと思います。で、ファイナルには実戦で使えるアプリって今現状グランドフィナーレアプリしかないんですけど、そのデッキもかなり無理があるんで、そういう意味で開けなくていいんですよ。さあ続きまして、友情上げについてになります。さあこれもね、バーダックのステージが追加されてから、まあ特に変化はないんですが、とりあえず、この動画でねザラッと喋っておくと、今現在エピソードバーダックっていうステージがあって、そこがドラゴンボールも集められて、なおかつ友情ボーナスが最大で 1.5 倍なんですよ。で、この最大でっていうのが、ステージを全クリアすると 1.5 倍常にかかるようになって、経験値も、ちょっともらえるようになって、確か20とかで、レアなバトルアップが出やすくなる。さらに、倒す敵を倒すためにボールがもらえるんで、暗黒魔人ブーゼの辺よりも圧倒的に効率がいいんですよ。ここで友情上げ、そしてドラゴンボール集めをダブルで行います。難易度もそこまで高くないです。ゴッドボスが一人だけいるんですよ。チルドのゴッドボスが一人だけいるんですけど、まあぶっちゃけそんな強くなくて、2、3回やればまあ誰でも勝てるかなっていう感じのレベルなんでね、それもチルドのゴッドボス、まあチルドゴッドボスノアとかで検索すると多分昔のね、過去動画出てくるんで、それでちょっと見てみてください。はい、そんなに強くないです。で、全セットクリアすると、まあ友情が常に 1.5 倍になるんで、さっき言ってたその4ラウンドに友情アプリをいっぱい仕込んどくと、まあ、友情が例えば3倍ぐらいになったとするんじゃん。で、ここのステージ周回すると 1.5 倍になるんで、これ掛け算じゃなくて足し算になるんだよね。で、そうすると 3+1.5 で常時 4.5 倍で友情上げを回すことができると。ね、めっちゃ画期的でしょ。で、ここに友情ボーナス2倍期間がもしも重なったとしたら、さらにプラス2倍されるので合計 6.5 倍とか、そんなことになります。で、自分がさっき5倍までいったって言ったけど、その場合
5+1.5+2っていう風になるので、6.5 の 8.5 倍みたいなめちゃめちゃな、ね、倍率で回すことができて、もう友情なんてこんなんだよ。ただね、体集めが一番しんどい。もう昔からやっててキャラクターめっちゃ揃ってますって言うんだったらいいんだけど、今からやるよとか、今から初めて友情やるよってなったとしてさ、カードまずこう家の中のやつ集めんじゃん。でも多分100体でも結構難しいんじゃない。それが友情キャラクターって今380とか400体近くいるんで、そうなるとめちゃめちゃキャラクター集めがしんどいと。シークレットでしかないキャラとか SP キャラとかね、その例えばわざわざ友情ゲーをするためだけに SP タイプの大猿ベビーとか大猿ゴジータを買うっていう風なことが要求される。ただしその SP キャラは正直に言ってステータスなんてほとんど上がんないですよ。で、友情上げで大事なのは、まあまず順番、友情を全部上げるのが理想的だけど、それめっちゃ時間かかるんで、最初の方はこれも昔の動画で説明したんで、これマジで下の概要欄の動画見てみてください。子さんキャラクターっていうのはステータスがめっちゃ上がりやすいんですよ。例えば孫悟空とか、合体13号とか、一度に HP が10、20、ガード50とか上がるキャラいるんですよね。で、そういうキャラクターはまず徹底的に最初に上げると。で、残ったキャラクターを、その次に上げるっていう風にやると、まあ、強い状態を最初の方に作れるっていう感じですね。で、それやってる間にどんどん、ドラゴンボールが溜まってくんで、今の環境だとその友情上げをしながらドラゴンボール集められるから、さっき言ってたアプリ開放もポン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 できます。で、これで、次に紹介する、まあ、アルティメットクラスアビリティとかあるんですけど、まあそうですね、最初はやっぱりアプリを開放していくのが一番いいと思います。まあ本当に友情上げというか、まあ、数は力なりという感じですかね。まあここら辺の詳しい友情上げのやり方だったりとかは過去動画をぜひ見てみてください。はい、めちゃめちゃちょっと動画長くなっちゃいそうなので、そこに関してはちょっとかいつまみます。ただし一つ言えるのは、友情上げ6枚プラス大神官で回すのが自分は一番いいと思うんですよ。もう仮面王でもなく、まあ、大神官が一番いいと思ってて、その理由としてはまずバーサーカー統一とかエナジーコスト8個とかのキャラクターってさ、仮面王だけじゃ賄えないじゃないですか。なので大神官ね、技神官1枚入れてポーンってさ、ポーンって技を出せれば、まあ、バーサーカー6枚でもエナジー全部8とか9だったとしてもみんな技打てるようになるので、ワンキルがめちゃめちゃ簡単になるっていう。だから技神官はマジで1枚絶対勝った方がいいなっていう感じで、今ねそんなに高くないですし、まあ環境落ちしたカードなので、まあそうですね、2000何百円とかで多分買えると思います。はい、それ1枚あるとマジで効率がもう段違いにアップするので、ゲットしておきましょう。で、ないよっていう方は仮面王でも最悪いいんですけど、暗黒仮面王の場合はバーサーカー6枚とかができない。だから全部エリートかヒーローで固めなければ技を打つことが、難しいとなっちゃうので、まあまあまあ仮面王でもいいにはいいんだけど、ちょっと縛られちゃうよねっていうので、自分は大神官を、一番推したい。さあ、そして3つ目、これ最近導入されましたアルティメットクラスアップアビリティ&奥義ですね。はい、こちらについて解説していきたいと思います。さあ、アルティメットクラスアビリティみんな上げてますか？自分正直言ってほとんど上げてないです。はい、というのもですね、まあいろいろ理由がありまして、まずやる暇がないもう友情ゲーム終わってる、ドラゴンボール集めわざわざこれだけのためにしんどいっていうので、まあね、いろんな理由をつけてちょっとね、全部はマックスに来てないんですけど、とりあえず主要なアバターだけとりあえずね、クラスアップアビリティ解放させて、奥義解放させて、で、レベルは結構中途半端な感じになってます。はい、これね、アルティメットクラスアップアビリティ確かにレベルマックスが、一番いいんですよ。なんですけど、これも本当に余裕があったらで、いいと思います。特に奥義、奥義に関しては正直もういらないっす。あんまいらないっていうか、まあね、自分結構バトスタで奥義出くわしたいとかもあったんですけど、まず1個目に条件が難しい。はい、エナジー破壊がゴリゴリの環境でエナジー10個の必殺技を打つというこの条件の難しさ、転身でも止まるし、とにかく難しいっていうのがまず1つ。そして2つ目に仮に必殺奥義発動できたとしても弱い、もう条件に見合ってないんですよ。
ね、最初超入りぐらいなのかなって思ったんだけども、全然そんなことなくて、もう1000-2000ダメージっていうのが割とザラです。それだけのためにちょっとレベルマにするために10レベでしょあれって。奥義レベル10までってことは、1回あたりが7個7プレイかかるんで7000円かかるわけですよね。もう本当の本当に暇でやることがないんだったらいいと思うけど、例えばドラゴンボール集まっても何もすることないやーってなったら、じゃあ奥義で負けとくかっていう感覚でいいと思います。で、アルティメットクラスアップアビリティに関してなんですけど、これは高ければ高いほどマジ有利です。特に破壊神アバター、あれってレベル1個上げるごとに、固定ダメージが250増えるんですよね。で、最初がレベル1で敵アタッカーかける500ダメージなんですけど、レベル2になると敵アタッカーかける1500ダメージなんですよね。で、これダメージって言ったけど、これ固定ダメージじゃなくて固定体力ダウンなんで、これも現状無効化することができないですね。固定ダメージ無効系じゃ全然消せないんで、対策も難しいですし、結構切り時によってはかける1500、だから1500かな、最大で敵の体力削れるんで、破壊神アバター使ってる人はアルティメットクラスアビリティがマジで絶対にレベルマがいいと思います。はい、なんですけど他のアバターに関しては、ま、そうだね、そこまでは上げなくてもいいかなっていう感じ。特に人造ですね。基本的にサポーターをあまり使わないという人造アバターに関しては、ちょっとアビリティってサポーターにすると発動なんで、あまり見合ってないんですよ。まあ相性が良くないというか、でシナジー悪い上にエナジーが2個しか上がらないんで、そこまで強くないっていう、これはちょっと調整入ってますよね。うん、公式もさすがに人造強すぎたっていうので多分調整入れたんだと思うんですけど、人造はまああまり上げなくてもいいかなっていう、感じです。はい、エナジーアップ数も変わんないですしね。で、海洋神に関しては、極炎無効はもうデフォルトなんですよ。ね、アルティメットクラスアビリティ1で、もう極炎無効に関してはデフォルトでついておりますので、これも正直上げる必要はあまりないです。まあ、パワーがね、最初1000しか上がらないんですけど、最大で3000アップするんで、まあ、この2000をね、ちょっとどう考えるかですよ。まあ、それは人それぞれだと思いますが、まあ、自分は2か3ぐらいでいいと思います、これは。で、あとは女の子サイヤですね。これが自分の記録消費量1本につき、自分チーム全員のパワーがアップするという効果で、最大3000かな。なので記録消費量3本で9000アップ。まあなかなか強いですよね。その代わり海洋神みたいに極炎消しとかその効果の効果があるわけではないんですが、とりあえず単純にパワーを上げられると。まあ女の子からしたらかなりうってつけのアビリティで、シナジーも高いんで、結構これ強いなって、思ってます。はい、これはまあ高ければ高いほどいいかなっていう。だまあ、あとはちょっとかいつまいますけれども、それとしては、サイヤ女破壊神、これに関しては、まあ、優先的に上げた方がいいかなっていうのと、海洋神と、人造ですね、これに関してはそこまで上げる必要はないんじゃないかなっていうふうに個人的に、思っております。さあ、お待たせいたしました。ここからがですね、ヒーローアバター育成ルートになります。こちらもね、自分だけの、知識というわけではなくて、前回ね、アバター紹介の時にね、ご紹介させていただいた、鳥山 Z さんとの、ご協力のもと、成り立っております。育成ルートもいろいろありますが、まあ、自分がめっちゃ昔に紹介した、海洋神の40投資というやり方、要は初期状態40レベルでクラスアップで、また40クラス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 で、現在だと兆しまでクラスにして、そこから別アバにチェンジさせてみたいな、あの方法、あれ、まあ間違ってはないんですよ。正直間違ってはないですし、まあ、コスパのみを求めるのであれば、まあ、あの方法もいいと思うんですが、正直現状をもっと別のいい方法があります。で、それが魔人の投資。はい、これね、魔人アバターといったら、まあ、ステータス的に言うと、体力が一番高くなると思うんですよ。で、海洋神の良さは HP とパワーが高くなる、他のアバターに比べるとかなり高い水準にあるというところで、魔人は体力がめっちゃ高い。で、この、スーパードラゴンボールヒーロー最強スターターブックっていうね、これなんかの雑誌か何かについていた、あ、最強ジャンプの5月号付録って書いてありますね。はい、非売品、ここに書いてある、この最強スターターブックってやつ、これみんな持ってますかね。これ自分的にすごい推したい、やつでして、本当に公式さん売ればいいのになっていうレベルなんですけど、ここにですね、クラスアップ前、そしてクラスアップ以降のステータスの上がり方というものが書いてあります。で、これめちゃくちゃいいのが全アバ書いてあるんですよ。
で、その中で、はい、ここですね、魔人族、魔人族の場合、これ写真をちょっと見てほしいんだけど、クラスアップ前、レベルが、まあ、99で HP2600 アップ、パワー1000、ガード400で、クラスアップ以降だと99まですると、3900 HP 上がって、パワー1500アップ、ガード600アップという感じで、かなり体力に、寄ったような体力、ステータスのアップのね、ステータスの上がり方を見せます。で、例えば他のアバターで言うとこれですね、はい、人造人間、これはね、クラスアップ以降 HP2550、 パワー3000、ガード1050という感じで、かなりね、パワーに寄っているんですが、体力で見ると魔人よりも1450ほど、下回るという感じになります。さあ続いて海洋神なんですが、体力4050、パワー4050、ガード525という感じで、一見すると魔人よりも体力が多い、なんならパワーも多いという感じの姿勢になるんですが、あの前のアバターで通す場合は、魔人の方が良いとされております。まあ、ここはアバターのルールっていろいろ複雑で、これ公式も明かさないから検証あるのみみたいな感じになってるんですけど、あのマジでアバター育成の、プロとかすごい詳しい方はみんな魔人を通してまして、この数値だけで見たらね、海洋士の方が高いんだけど、前のアバターで通すんだとしたら、まあ、下地という状態ですね。この場合は魔人族の方が良いという風にされています。でね、肝心なのはこの魔人の、クラスアップのタイミングなんですが、まず下地の状態でね、まず魔人の初期状態で、レベル50まで上げましょう。で、その次のクラスアップもレベル50で、超クラスで60、ゴッドクラスで60、超ゴッド70で、木出しで70で、ここまで上げたら、その後にアバターをチェンジさせて、まあ、自分の、ね、好きなアバターにチェンジさせましょう。例えば海洋神にね、変更させたとしたら、この海洋神の最初の状態あるじゃん、でこれをあのレベルめっちゃ低くていいんで、その低い状態からいきなり木差しクラスアップにしましょう。で、いきなり木差しクラスアップ、まあ、前段できると思うので、それにしたら、ここからレベルを99に、上げてください。はい、これで、友情をプラスするとだいたい HP が12000何百とかの、まあ13000には届かないですけど、まあ、自分の今使ってるアバターぐらいのステータスには、なると思います。はい、なので12000超え簡単に目指したいっていう人はこのやり方がめっちゃおすすめ。しかも結構コスパもいいでしょ。だって魔人クラス、ノークラから始まって50、50、60、60、70、70、でいいから、まあ、経験値倍率7倍とかで回せばもう結構早い段階で、海洋神にできるし、でそこからまあ99まではですね、最後か、ちょっと難しいと思いますけど、現在80何プレイとかで99レベルまで持っていくことができるんですよ。でこのやり方としては、自分が以前紹介した、最新版のブーガリっていう、今現在のレベル上げ方法だと、もう本当に早いですし、経験値効率めちゃめちゃいいので、それを考えると経験値倍率およそ7倍で回した時に80何プレイで確かレベル5、木出し状態に99まで持っていくことができます。でそれ逆算すると、さっきの魔人50、50、60とかのやつも、それ以下のプレイ数で抑えることができますので、まあプレイの目安としてはそんな感じで、はい、まあ、50とかだったら最初結構上がりやすいからさ、いいんだけどさ、その70以降とかだとめっちゃ上がりづらくなるんですよね、アバターのステータスってね。さっき80何プレイって言ったから、まあ、50レベルで多分10何回とかで今だったらいけんじゃないかな、普通に。はい、これがまあ海洋神のね、通し方になります。で続いて海洋神アバター以外のヒーローアバターの育て方なんですが、これちょっと違くて、まず最初に、海洋神のノークラスアップ状態、まあ、一番初期のやつですよね、これを40レベルの状態からいきなり日差しクラスアップにして、そっから99まで上げましょう。はい、これまだ下地の状態ね。ノークラスから40レベルに上げて、そっからいきなり日差しクラスアップの99レベルで、この99レベルの海洋神の状態から、魔人に種族変更してください。はい、ここからまた魔人投資が始まります。でこの場合はレベル40、40、40、50、50、70で木出し魔人クラスの70レベルにしたら、ここで、人造に変えて、また低いレベルの状態からいきなり木出しの99まで上げましょう。
はい、なので腎臓の場合、腎臓っていうか、他のアバターの場合はこの最後の一文だけ最後腎臓って書いたと思うんだけど、ここが破壊神だったら破壊神、サイヤ人だったらサイヤ人っていう風に変わっていって、あの海洋神以外はこのね育て方になります。なので、まあ、おさらいで言うと海洋神40からいきなり兆しクラスアップさせて99、そこから魔人に通して40、40、40、50、50、70という風に、ステータスを上げていったら、ステータスの貯金ができたんで、これで下地の状態が終わります。ここで人造人間アバターにして低いレベルで、兆しの99レベルに上げてください。はい、この低いレベルでっていうのは非常にポイントが高いところになってます。はい、まあ、理論上で言うとね高い方がいいんですけどね、まあ、これもいろいろと難解なアバターシステムがありまして、こっちの方が良いというふうに、かなり言われておりますので、今回の動画でもこのような感じでねご紹介させていただきます。はい、この状態で友情プラスすると体力が、まあ、1万1000以上、確定で、自分のアバターが今、腎臓って大した投資方しないですけど1万1000でしょ、でこれ以上にはなると思いますという感じで、まあ、1万2000はね、もっと魔人の例えば99投資とか必要になるとは思うんですが、まあ、コスパそして実用、まあ、汎用性というかそういうものをねもろもろ考えたところ、このやり方が、一番いいんじゃないかなというところで、2人で考えてね、これをねご紹介させていただきます。まあサイヤ女とかだとねこの投資方でまあどうかな、1万以上は絶対にいくと思います。あの自分の使ってるサイヤ女の子あんじゃん、あれ1万76なんですよ体力が確かね、1万100とか言ってないんですけど、あれですら、ユニバースの初期に言ってたあれだよ、あの40投資海洋神まず40投資して、その後に、まあ、友情で完了させて、サイヤ人女の子にしていきなりゴッドクラスアップして99、さらにその次に兆しにしてから99っていう感じの確か特殊な投資方をしたんですよね。だからサイヤ女の前提がないんですけど、まあ、下地としては海洋神の40投資から始めていって、まあ、青髪99の最後99にしただけなんですけど、1万以上ねいってるんで、やっぱ友情上げもねもちろん大事ですけど、まあこのやり方だったらさらに上目指せるんで、もっと早くからやっておきたかったなって感じで、ね、なんですけど、まあ、1万500とかはいけんじゃないかなって思います。あれは確かなことは言えないですけどね、その1万以上のステータスになると、思います。そこは安心してください。で、まあ、破壊神だったら、まあ、9500とかかな、まあ、破壊神って体力めっちゃ低いんですよ。で自分の破壊神がまあ9100とかしかなくて、でこの破壊神もねさっき言ったやり方海洋神投資のやつでやっただけなんで、まあ、それ以上になるというふうに考えると、まあ、9500とか、まあ、1万はいかないかなという感じの数値は目指せるんじゃないかなと思います。はい、ということでですね、今回ね長々とご視聴ありがとうございました。今回なんですけど、あのヒーローバターの育成講座、まあ、質問の回答まとめ、令和バージョンの、ね、ウルトラゴッドミッションバージョンというところで、様々な知識について解説させていただきました。まあ、タイムスタンプとかもね、下の説明欄とかあのコメント欄の方にちょっと作っておきますので、ちょっとそれでね自分の興味のあるところまでスキップして、ご覧ください。はい、まあ、本当に育成ルートだけ知りたいよっていう方は最後のね4番目のね育成ルートのところをねクリック、またはタップすれば、まあ育成ルートだけを知るということもできますので、そんな感じで、他の視聴者さんのね中にはやっぱりこう最近始めたとか本当に何だろうあんまりデータ強くないよっていう人とかもいると思うので、そういう方はもう1から見てもらうと、一気に強くなると思います。はい、これは確か確実に強くなるんで、まあね、やっぱりアプリの開放順とか友情上げとかね、いろいろちょっとねデータを強くする方法ってありますので、まあ、もちろんお金とか、時間はかかっちゃいますけれども、この方法はもうかなり、最短ルートで強くすることができますので、マジでおすすめです。で最後にこの順番ですね、あのレベル上げをやったらいいのか、何をやったらいいのかと最初にね、なった時に自分的にはなんだけど、あの友情上げを一番最初にやった方がいいと思います。でこれ友情上げをやっとくと、とりあえずさっき言ってたドラゴンボールの周回とか、まあそれプラス友情上げができたりとかでどんどんドラゴンボール溜まっていくんですよ。でドラゴンボールが溜まっていくと、あのアプリの解放がポン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 できるようになるじゃないですか。でどん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 解放していくといっぱいいいアプリ入れたりとか、あとは
まあそうですね、やっぱり友情ボーナスをね4ラウンドにねいっぱい振ることもできるし、経験値をファイナルに振ることもできるっていう風に考えると、やはりねあのドラゴンボール集めをしながらの友情上げが一番効率がいいと思いますので、これ最優先でやりましょう。でその間にどんどんアバターが、まあ、友情パワーで強くなってくるんで、もちろんレベルも上がりますしね、アバターのレベルも上がりますし、気づいたら結構強い、ステータスになってると思います。でその道中で、さっき言ってた育成ルートをやっていくといいと思います。つまり、まあ、育成ルートをさっき40投資とか、あ40投資じゃないや、魔人の投資とかあったと思うんですけど、それを道中でやっていくっていうっていう風にやればあんまり苦じゃないんじゃないかなっていう。でそれをなおかつ、まあ、友情パワー2倍とか経験値7倍の期間に並行して行うことができれば、マジですぐにアバター強くなる。で資金に関しても、まあそうですね、はっきりとした金額は言えないですけど、3万あれば多分全部の工程できんじゃないかなって思うんだけど、どうかな、甘いか、3万じゃ甘いか。まあそうだね、でも時間かけていけば、あのそこら辺も一気に3万って言ってるわけじゃなくて、時間を長い目で見て3万円とか4万円だと思いますので、まあお金は最悪かかっちゃいますけど、まあ今後ヒーローズね強くなりたいとかね、あのずっとやりたいっていう人はマジでやった方がいい、と思います。はい。であとはまあデッキとかはね、まあ、いつも紹介してますので、まあ、ね、ちょっとノアさんのね使ってたあのデッキ強えなって思ったら、もうそのデッキを真似して使うとか、まあ、勝率9割デッキとか現環境の一番強いデッキとかも出てますので、それをねちょっと真似していただければ多分すぐに強くなると思いますので、まあドラゴンボールヒーローズの強くなり方、強くなる方法は、そんな感じなんじゃないかなって、思います。はい。まあ、なので今回の動画はもう本当に喋ること喋り尽くした感じあるんで、ぜひとも高評価お願いします。でまたね、最新版の育て方だったりとか、もっといいやつ、見つけたらね、それはそれで動画にしたいと思いますので、そこら辺のご支援もねぜひ高評価、そしてチャンネル登録でよろしくお願いいたします。さあそれではウルトラゴッドミッション2弾、皆様楽しみましょう。ということでご視聴ありがとうございました。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。